しょうか。そう、なんでこんな微妙な時間帯にするかと言いますと、多分見てる人が少ないと思ったから。でもやっぱりこの間歌の練習をしてみて、やっぱもっと歌っていかんといけないなって思ったので歌います。でも歌うにはやっぱり聞いてもらった方がやっぱ上達度は早いと思ったので。そうなの。だからちょっとやりますね。ちょっと見て、今日のアホ毛。私さ、マジでさ、アホ毛タチマンなんだよね。なんでこんなに立つの、本当に最悪。はい、それでずっと今発声練習をしてたので、ちょっとこれから歌っていきますね。そう、なんか立った方がさ歌いやすいかなと思って立ったんだけどさ、あんまりさ、この台とこの置いてるやつの高さが合わなくて、普通に立ったらこんくらいなの。何歌おうかな。厳しく審査しないでほしい、下手だから そう、何がいいんだろう、何が歌いやすいのかな。ねえ 何がいいかな。いいね。歌いやすいわけではないけど、それにしよう。いけるかなー。季節は終わってしまった。君を一度も誘えなかった。忙しいって聞いてたから、悪いかなって躊躇した。僕のスマホに残ってた写真、微笑む懸念の水着の二人、恋が盛り上がってる時は気づかないことがある。あれっきりこれっきり、そんなの悲しすぎるじゃない。むず。やーねん。やーねん。好きでいさせて、好きでいさせて。じゃあ、私のカラオケ練習曲といえば。いけるかな。ずぶ濡れ打たれ
たかった。汚れた体と醜い心を洗い流そうとしてたんだ。こんな時代に何を信じて生きていたらいいのだろう。問いかけても答えは出ない。傷つくことを恐れてはいない。どんなにきつい道のりも、ちいぼけなちいぼけな俺は前のめりだった。なんか私これマイクが変なのかな。ちょっと一回止めますね。マイクが変な気がしてきた。こっちの新しい方使ってみよう。どっちがどっちか分かんなくなっちゃうかな。まだ使ってないやつがあって、この間携帯変えたからこっち使ってみる。よいしょ。よいしょ。なんかね、耳にね伝わる音がね遅くて、なんかね自分の声と、あ、これ喋ってるの聞こえてんのかな、喋ってるの聞こえてんのかな。なんかさ、あれなの、私の声と音がバラバラに聞こえて歌えない現象が、ね、あるのですよ。これでちょっと一回もう一回やってみよう。がむしゃらに這いつくばってた。綺麗なものとは汗とか涙が洗い流してくれたもの。何が真実、何が偽り、頭
はい。難しいね。一回休憩したけど、OK。何歌おうかな。なんか可愛い曲がいいかな。ね。で、何がいいかな。難しいね。あるかな。あるかどうかわからないけど、ちょっと調べてみよう。あ、全然可愛い曲じゃないかも。うわ、ない。やっぱさ、公演曲ないんだね。公演曲ないってさ、ちょっとさ、悲しいね。公演曲歌いたいのにね。でもさ、あのロマンスいらねとかはあるんだよね、確かね。難しい。じゃあ、ほっ、あった。これにします。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行。歌うの緊張する。めちゃくちゃ緊張する。歌うのってさ、ドキドキするんだよね。私特に一人でだと絶対慣れないねえ。難しいよ。
何がいいかな。何にしよっかな。あるかな。あってほしいけど。あってほしい。あるかな。あってくれ。なんでだろう。なんでないんだろうね。なんで？ちょっとなんで？あ、じゃああれがいいかな。すごい一人で喋ってる人になってるけど。TTT あはーん、ちょっとね、ローマ字が探せない病なんですよ。私のさあ、私のさあ、あれが間違ってんのかな。こうかな。え？スペルが違う？が違うとかそんなことある？ちょっと一回ちゃんと探そう。これはシングル曲だから絶対にあるのよ。絶対に絶対に絶対にあるのよ。ああ、なるほど。私がねスペース開けなかったからかな。あったたたた。はい、行けました。見つかりました、無事。ラブトリ、そう、昨日聴いててめっちゃいい曲って思って歌いました。
ラトリプラプラララティ劇場でもやったもんね。当時は全然序列低かったな。ね。今では本当にありがたいことに前でやらせてもらうことが増えましたけどね。はい。何がいいかな。何にしよう。じゃあこれ。これは結構なんかショールーム内ではよく歌ってる気がする。歌えないんだけど、歌えないんだけどよく歌ってる気がする。風が吹いて枝が揺れて枝足の丈が青い天空から音もなく落ちてくる。そっと瞳閉じればどこか遠い彼方へ意識だけが動いて旅が始まる。丘の上で両手広げ一気に走り、ここで大地蹴って飛べるまで繰り返す。夢はやがていつしか知らず知らず覚めてく。せめて願い叶えて鳥になりたい。悲しみに出会ったら迷わずにここに来て、風景の中に溶け込む努力して、無になるんだ涙を蒸発させよう。嫌なことなんか忘れよう。濡れたその頬乾く頃笑顔を思い出してる。無理に拭うよりも少し待ってればいい。消えた水分が悲しみの正体なんだ。草の上にそべりそっとまぶたを閉じて、手足をバタバタして空をすいすい泳ぐ。夢を見ているなんて誰も知らない。さっきまで泣いてたその訳も忘れそう。ちっぽけな自分が地球の片隅で影になる。時間は蒸発させない。人生を無駄にできないよ。はい、切り替えて水分補給しなくちゃね。何この髪の髪の異常。優しくなれない。草も花も鳥も獅子も人間だって時には泣くことも必要だ。歌詞間違えた。涙を蒸発させよう。嫌なことなんか忘れよう。触れたその頬乾く頃笑顔を思い出してる。無理に拭うよりも少し待ってればいい。消えた水分が悲しみの正体なんだ。
めちゃめちゃいい曲だけど、自分の滑舌の悪さに絶望した。 めちゃめちゃいい曲だけどさ、めちゃめちゃいい曲だし、多分一番出しやすいんだよね、この曲が。一番声は出しやすい曲なんですけど、自分の滑舌の悪さに、はい、私はすごく今絶望してます。あー、悲しい。 くっそー、悲しいよ、もう本当に。じゃあね、何かな。あ、いいね。じゃあこれを歌いましょう。これを歌うことにした。私母音が弱いんだ。あいうえお、あいうえおが言えないんだ、矯正器具のせいで。 全部矯正のせいにしちゃよくないよね。そう、甘い、かなみとかさ、多分母音が発音できてないのが滑舌の悪さにつながってる気がする。そう、なんかこの間、新潟県村上市出身の本間日向です、本間日向ですって言ったんですけど、ここでさ、もう名前も言えない、もうダメ。 もう名前も言えないの。 本間日向ですって言ったんですけど、村上市の村らが、そう、なんか村上市って聞こえることが多くて、そう、滑舌悪いんだよね、村上市。名前は言えてください。努力します。はーい。 頑張ります。何なんだろうね。あ、でも舌長いかもね。そう、口の中に収まりきらない自覚はある。 そうなんですよ。何がいいかな。
何歌おうかなと思ってます。何がいいかな、何がいいかな。じゃあね、そうだな、これとか久しぶりに、これないのかな。いや、ある、あるでしょう。嘘じゃん、嘘じゃん、ないんだけど。ひどいよ、これがないなんて信じられない。ちょっとびっくりしちゃった。 ちょっとびっくりしちゃった私。なんかさ、前さ歌えた曲がさ今は歌えないとかあるんだね。ちょっとこれ歌ってみます。ちょっと発音がうまいのは気にしないで。 気になるか。 どうしても気になるよね。ちょっと当たらないように頑張って。で出会った時はみんな、誰もよくわからずに人見知りしていた。それぞれの夢持って好きな場所に集まったのに、なかなか一つになれなかったね。知ったのなんて呼べたのはいつだろう。ある日不意にごく自然に呼んでいた。ぬくもりが心に伝わるまで、背中見ている時間が必要なんだ。ちょっとね、言葉しゃべれなかった。ちょっと言葉しゃべれなかったので日本語失格ということで、はい、NGK の曲歌ってこう。ねえねえとか言って。ああ、じゃああれかな、意外と好きなんですよねこの曲。あ、違う、この曲じゃないやつにしよう。多分あんまり私歌ったことないもんな。嫌いじゃないのよなんて、何の
しいね、理屈ではないんだよね、フィーリングか。またいつか告っても変わることないんだね、可能性も全然ない、この恋。僕は何も気にしてないように、すぐにジョーク言って笑わせる、本当は傷ついたのに平気なふり。これどうやって歌ってんだ。人私よりいい人がいるわなんて、上から目線はやめてくれないか。優しくされてもなんか惨めになるだけ。付き合えないなら同じことだよ。5分過ぎた後泣きたいよ。嫌いじゃないのよなんて、何のフォローにもまるでなってなかった。このままでいましょう、恋愛は無理なんだね。絶対に気まずくなりたくない。5分前のこと忘れよう。友達で言いましょうでしたね、感じなので、もうなんかカラオケにすると落ちちゃう感じなので、今日はここでおしまいにしたいと思います。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございます。また配信するのでよかったら見てください。じゃあねー、ありがとうございました。自主練にお付き合いいただきすいませんね。お待ちでいましょうで最後終わっちゃって、はい、ではまたね、皆さん良い休日を、バイバーイ。